皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日久しぶりに中にいる。で、今日なんですけど、ボングリチャレンジ久しぶりにやろうと思います。さて、あれ、なんかいろいろあるんだよね、道具。赤緑これでいけるかな。とりあえず1個目、あのまだ光るボール出てきたことないんですよね。お、来た。これ普通のボールじゃない。もう一回だけこの組み合わせやります。あれ、虹色って今のやつちょっと待って、今虹色だった。あれ、ねえねえ、やっぱり、あ、初めて来た。しかも一発目だよね、多分。いっぱいする気満々で来たんですけど、運がいいよ。計算ではすごく低い確率なのに。昔ダディの友達のご老人が道場に来て、ダディにボールを作ってたんだよね。ガンテツさん、そういうこと。その人はボンクリ一つで珍しいボールを作り出せるんだ。ガンテツさん、作り方を観察してウロボに組み込んだんだけど、ご老人のようには必ず作れなくってさ。はあ、でもいつか職人の技だって科学で再現できるよう技術を磨いていくよ。喋りすぎた。いや、もっと喋ってほしい。あ、これ初めて出るとこういうセリフがある、もしかして。あ、これのレシピ知らなかったわ。それ適当に作ってるやつだ。いや、とりあえずやりますね。え、なんか多分ね、一番最初のやつかな。違う、リピートボールが出た時のやつ。あ、なんで木ぼんぐりこんなところにある。とりあえず続けてみますね。あれだけ今日全部やろうと思って、そんなに数は多くないんですけど、もしかしたらと思ってやってたんですけど、多分ね、一番最初のやつが虹色だった気がするんだけど、あれかな、同じボールの組み合わせでってやっちゃったから、あのタイミングでハイド君来たのかな。なんかそんな気しますよね。っていうか、一発目だったら分かりにくいよもうちょっと空気読んでほしかったんだけど珍しいボール嬉しいけど、フレンドボール出たの嬉しいけど、空気読んでほしかったわ。よし、じゃあ次違うの入れます。これ多分ね、組み合わせ、私なんか2個ずつが好きみたいで、2個ずつやっちゃうんですよね。いいんかいな、もう出ない、出ないんかいな今日は。でか、あれなんですかね、どれぐらいなんだろう、100回に1回とか。前ね、5個とかバーって出てきた時あったんですけど、あれの方がちょっと嬉しい壊れたかなって思ったんだけど、あれはね、嬉しかった。結構やってるので、今回の私のウロボはちょっと確率が上がって出たのかな、わかんないですね。結構やってたんですけど、5回連続はね、1回しかまだ来てない状態です。これでなんか可愛いボールが、可愛いボールが出てこないかしら。白とピンクだよ、いけるんじゃない。正確には白と桃ぼんぐりなんだけど、タイマー、わあ、虹色ってどれぐらいの確率出るんだろう。低い確率ってことは分かったんですけど、どんなもんなんでしょう。でもなんか色ポケの方が多分低いよね、確率的に。だってまだ出てないもん。ぼんぐりの方がまだ
出そうな気がしたんで遊びに来たんですけど、まさかの一発目。なんかそこからは普通の感じですね。混ぜてみますか。なんかね、緑と黄色で本当はやりたいんだよね。黄色がもうちょっとなくなってしまったので、緑と青で行きましょう。1個しかなくてもいいんですよ。また拾ってくればいいんです。もしくは100ワットでお姉さんに交換してもらえばいいと思っているんですけど。いや、本当に出ない。ハイパーになっちゃった。ハイパーボール率が今日はちょっと高いのかもしれない。混ぜます。赤、赤、赤。桃。やっぱ少ないな。数取ってくればよかったですね、本当に。でも、結構回ったんですよ。今日あの頭からあのポケモン3回やりました。島全体一応回ったんですけど。普通のね、マットマンの実とか、そっちの実がめっちゃ出ました。悲しい。他のやつもやりたかったのに。お、でもぴったり。数的にはちょっとぴったりですね。これは嬉しいかもしれない。そのぴったり終わると思ってなくて。ボングリ。4つずつだったら余ると思っていたんですけど、余らなかった。まあ、さすがに黒はね、ハイパーボールっていう色だからな。でも、ガンテツさん、すごいよな。1個から作るんですよ、あんな色のやつ。というか、ガンテツさんと仲間？友達？あー、やっぱなんかあれですね、1個だ。あ、でも最後、ゴージャスボールが出てる。買えるからあれなんですけど。もうちょっとなんか違うの出てくれたらいいですよね。鎧鉱石4つって何でしたっけ。なんか違う、普通のやつ出てた気がする。忘れちゃった。最近ボングリしかやってなかったんで普通に忘れましたね。道具ですよね確か。あ、そうだ、ポイントアップだ、忘れてた。変えなきゃよかった、鎧鉱石大事だったのに。はい、ガラナツ4つ。これね、結構私集めてちゃってて、ガラナツ4つはよくやってるんですけど、1種類しか出ないと思ってます。これしかならないよね。悲しいね。他はなんか特別な感じのやつができたのをね、以前遊んだ時に作ったんですけど、パワーウェイト4つって何になるんだろう。鋭い爪とかそういう系な感じになりそうな予感がする。あ、強制ギブスか。なるほど、確かに。あとは王冠がね、だいぶあるんですよね。てか、でかい金の玉いっぱいあるんでやってみますか。でかい金の玉をやったら何になるのでしょうか。なんだったかな。お団子は真珠だけか。ポイントアップ。いいね。これはこれで嬉しいよね。なんかね、個人的に、私の今の状況なんですけど、あのね、蚊が一匹ってすっごいね、刺されててめちゃくちゃ痒い。すごい嫌だ。そんな話して。もうこの時期の蚊、嫌い。嫌いとか言って、いつもなんですけど。もう本当にかゆい。金の王冠を作って終わりにしましょう。蚊の話をしたらもうかゆくなってしまった。もうですね、この動画を撮るために島の中の木揺らしに行ったんですけど、そっから数えて6箇所刺されてるんですよ。おかしい。気づけって話なんですけど、気づかないんだよね、集中してると。まあ、そんな感じでございます。はい、ということで、今回は、あ、すいません。はい、おじいちゃんの友達のガンテツさんの話が聞けました。初めて聞いたんですけど、2回目とかも出るのかちょっとわからないので、また今後もね、ボングリ集めて うろぼで合成していきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!